さあ、そしてなんといってもですね、はい、皆さんも私もですが、今後注目しているのが同じフライ級の世界ランカー亀田光輝選手の対戦、こちらちょっと注目なんですけれども、はい、亀田選手とちょっと因縁が多少あったということなんですけど、まあ、まあ因縁というか、まあね、あの同じ階級なんでね、はい、僕ね、あの日本チャンピオンだった時とか、まあまあ、やろうやみたいな感じで、ね、はい、言ったりもして、うん、思いっきり仕方とかされててね、はあ、そんなようなことが、ね、いや、あれですよね、世界を制した今あのチャンピオンですけれども、チャンピオンの前に全然日本の2タイトルお持ちで、もう全然日本チャンピオンなわけですもんね。その時からそういうような、あ、そして今スタジオに、うわ、本物が、うわ、これわ、大きいですね実際持ってみて重みといかがですか。いや、チャンピオンしか持てない、やっぱり まさかね、自分がこのベルトを負けるなんてね、思っていなかったんでね。それ写真があのついてますね、こう歴代チャンピオンの写真ですか。あ、そうですね。で、あのそのうち自分のも入ると思うんですけども。そうなんですか、素晴らしいですね。取り替えられるんじゃないかな。そしてじゃあもうこの何よりも重い、このベルトを手にしてるわけですから、これを引っ提げて亀田選手のところにみたいな部分も、あ、亀田、はい、あまり興味ない亀田選手いかがですか。いや、今日本のね、ボクシングファン、はい、ボクシングファンじゃない方も人たちも、一番見たいカード、内藤と亀田だと思うんですよ。いや、そうだと思うんですよね、うんうん、ね、僕も変ある意味見たいと思うし、見たいっていうかね、内藤チャンピオンもファンとして、そう、例えばだけど、見てみたいなってね、思うしね、なんでね、ぜひファンが喜ぶよ、ファンあってのプロスポーツですから、実現したいなと思うけど、まあいつもね、逃げるからなんつったらまたお父ちゃんに怒られちゃ う、まあ実現できればいいなと思いますけども。なるほど、ファンとして、選手として、そして新チャンピオンとしてそう思うということですね、うん、ぜひ実現したら本当に僕も感動のカードだなと思います、ね、やっぱり戦うからには勝ちに、あ、絶対勝ちますよ、ママ絶対勝ちますよっていうか負けたくないっていうかね、あいつだけには負けねえよっていうね、まあ誰に対してもそう思ってますけども、あの試合が決まれば特に亀田にはやっぱり負けたくないというのはありますね、もう散々言われてますからね、僕もね、リングの上でじゃあその決着を、そうですね、はい、本当に激闘のもうすぐ2日後に、忙しい中ありがとうございました、改めておめでとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました。